どうも。出落ちが思いつかなかったんで、普通にやるマルトラです。今日はですね、最近ハマっているフィギュア開封動画というわけで、お付き合いお願いしたいなと思うんですけども、僕、普段ファンパレ実況してるんで、一応、集英者作品を、あの、開けるように頑張ってたんですけども、あの、裏切る集英者なんか知らんと。集英者なんか、ちょっ、 どっか行けっていう精神でやっていこう。やっていこうかなと思います。というわけで今日開封していくのは、えー、講談社の作品なんですけども、はい。えー、こちら、あ、お、お重くそ映ってる。<laughs> あの、イレモンの反射が凄す,すぎて、見せたら僕の家の全部が映ってしまうんで、ちょっと見せれないんで画像出しとくんですけども、あの、これですね。はい。あのー、進撃の巨人というわけで、はい、集英者さん、大変申し訳ございません。はい。 あの、はっきり言うと、僕、集英社より講段社が好き。このフィギュアね、4000円ぐらいで買ったんですけども、今もうプレネついてんねん。人気すぎて。これ僕が買ったん、去年、なんですけども、2021年に初版が販売されていて、一瞬で完売して、中古商品でもプレネつくぐらい大人気商品やねん。で、この度、去年。 一昨年しか忘れたんですけども、えー、再販されて、その再販も一瞬で売り切れて、中古でも未だ8000円とか9000円ぐらいで売られている、めっちゃ人気商品なんですよ。で僕、そういう価値高いフィギュアって、箱から開けずにそのままで取っときたいタイプやねんけど、これはね、箱から開けて飾りたい。それぐらいクオリティ半端ないねん。 逆になんでこれが4000円で売ってたんかが分からんぐらいクオリティ高いんで、ちょっと開けようかなと思います。プチン、プチン、ファンタスティック。ようやく開けたわ。えー、こんな感じですね。皆さんにようやく見せれますわ。これすごないなここからわかるクオリティの高さ。到底定価4000円じゃないわ、そりゃ。そりゃ価値上がるわ、こんなすごい商品。 あ、もういきなり、あ、プチンタイム来ました。プチン。プチン。デリシャス。えっと、こっから、あ、こうやってプチンやな。あちゃ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 来ました、来ました。<お>あ、来ましたわ。ええと、お,お、うわ、すごやっば、ついに開けたわ。これ、やばないなあ。このクオリティ、やばすぎるやろ、ほんまに。なあ。出たわ。こっちの、 僕のおっぱいに標準が当たるやつ。な僕の携帯君は何僕のおっぱいを取るために生まれてきたんか、お前。これ、やばすぎひん。<laughs> 皆さん。これ、マジでやばない、このフィギュア。これ、4000円やで。おかしいって。価格破壊起こってる。なで、あの、ちゃんと、台座ついてんねん。ただ、これ単体でも、 初年こんな感じで。これがいい。僕ね、あんまり台座あの、エフェクトでブワーンってなってる台座は好きやねんけど、こういうシンプルな台座、あんま好きちゃうねん。だから、あの、自立できるフィギュアをこのまま置いときたいねんけど、なかなか台座ついてるフィギュアって、あ、ちょっと待って。あ、これってそういうこと。これあの、ポチがないわ。 あの、固定するためのポチがない。っていうことは、これ、そもそも自立するやつで、これは、ただ載せとくだけってことそうなんや。こういうことですわ。ただ載せる台。箸置きと一緒うん。エレン置きですわ、これ。これの商品名、エレン置きちゃう、多分。な。これは僕、あんまいらないんで、箸置きにするんですけども、 これ、すごないなこれ、会社がね、えっと、ポップアップパレード。会社じゃないか。まあ、とりあえず、あのー、ポップアップパレードっていう、まあ、僕の好きな、あのー、シリーズもんなんですよ。前の、あの、動画で、僕好きなフィギュアのシリーズは、フィギュアーズゼロとルミナスタって言ったんですけども、一つ忘れてた。ポップアップパレード。この3種類の商品はね、逐一チェックしてる。 その中のポップアップパレード。あの、ネンドロイドと一緒の会社かな確か。これやばないなあ。見てよみんな。このエレン。やばすぎるやろな相変わらず僕のおっぱいに標準を当たってんねんけど、いや、それでもすごないこれ4000円やで。<laughs> えぐすぎんねんけど、そりゃ8000円いくわ。 8000円でも買うで。このクオリティは。やばすぎる。この、巨人ならではの筋肉す、凄すぎるわ、ほんまに。なあ。顔映ってへんか、僕。大丈夫か、うん、顔映っててもどうでもいいわ。編集でどうでもなるし。凄す,すぎる。エレンのここ見たことないからな。エレンのここ。まあ、それを置いときまして。凄す,すぎるわ、ほんまに。この、腹筋腹筋 マジかっこいい。とかね、あの、顔のクオリティ半端ないね。なあだいたいね、5000円切ってるフィギュアってね、顔のクオリティあんまりよろしくないイメージがあんねんけど、これ見てよ。この顔。やばすぎるな。で、あの、これと、同時期ぐらいに発売された、あのー、鎧の巨人のフィギュアもあんねん。それはね、僕買えへんかって。 速攻で売り切れて。で、今追い求めてんねんけど、その鎧の巨人のフィギュアも同じ定価4000円で、同じプレネの1万近い値段ついてるんで、ちょっとね、定価でゲットできたら嬉しいねんけど、また再販してほしいねんな。その鎧の巨人も、あの、これと同時期ぐらいに再販 されたんですよ。初版も再版もほぼ一緒の時期なんですけども、そっちはね、ゲットできひんかったんですよ。ただこっちだけでもゲットできてよかったわ。並べたいなぁ。鎧の巨人ここに置きたいわ。ほんまにそっちのクオリティ高いんですよ。エレンがこれやもん。エレンでこのクオリティってことは、鎧の巨人も、ちょっと待って。あの、興奮しすぎて鎧の巨人言うたんやんけ。なぁ。 え、僕、どう3個ですかどこの鉛筆やん、今の。あの、鎧の巨人も、これぐらいのクオリティでってことやろ ?4000 円で。欲しいわ。マジで欲しい。あの、ポップアップパレードから出てる、進撃のフィギュアって、全部いいねん。ほんまに。このエレンのフィギュアでしょかっこえいい。めっちゃかっこいいわ、ほんま。で、あの、鎧の巨人、あと、大型巨人もおんねん。 大型巨人は確か去年、あ、今年か。今年かな発売されたん。ちょ、忘れましたけども。その三つ並べたいね。二つ買えへんかってん。ほんまに。欲しいななんとか書き集めて僕のこの、実写フィギュア開封動画の目標にしますわ。あのー、エレンと鎧の巨人と、大型巨人を並べる。ここに置いて、ここに置きたいわ。この画角に収めたいわ。 こう。これマジで大満足にも程がある。自立するっていうのほんまに自立するっていうのポイント高すぎんねんけど。開けてよかった。